広瀬すずが主演、キングプリンス、永瀬廉が出演する火曜ドラマ、夕暮れに、手をつなぐ、毎週火曜夜10時から10時57分、TBS 系が現在放送中。美しい映像のみならず、キャスト陣の繊細で自然体な演技が話題となっている本作は、恋中、2015年、好きな人がいること、2016年、共にフジテレビ系、などの月9ドラマを手掛けた金井博史が監督を務めている。この度、ウェブザテレビジョンでは金井監督にインタビューを行い、本作を作る上でのこだわりや、キャスト陣の魅力、そして撮影の裏側などについてたっぷりと語ってもらった。バル、23歳の二人の、夢、と、恋愛、の物語。同作は、九州の片田舎で育った浅葱空豆、広瀬、は、幼馴染の婚約者を追って上京した先で、音楽家を目指す青年、雲の恩、永瀬、と運命的で衝撃的な出会いを果たすことから始まる、夢、と、恋愛、の物語。脚本を担当するのは、オレンジデイズ、2004年。TBS 系以来19年ぶりに報道青春ラブストーリーを手掛ける北川恵理子氏。互いに夢を追い、励まし合い、時には喧嘩をしながらも笑い合って過ごした23歳の二人の愛おしい時間を書く、月9監督時代もヒドラを意識、応援する気持ちもあった。地上波の連続ドラマで報道ラブストーリーを手掛けるのは久しぶりだと思いますが、撮影をしてみていかがですか？彼らの恋愛模様や、恋をしている時の表情を見ると、年がいもなくキュンとしたりするんですよね。アラフォーの僕がキュンとするんだから、若い世代の方はもっとキュンとしてくださるだろうなと思っています。わら、今回、初めて、ヒドラに携わるにあたって、撮影前に意識していたことはありますでしょうか？僕も個人的にヒドラで好きな作品がありますし、ラブストーリーを期待される枠だということはもちろん分かっていました。北川さんが脚本を書き、広瀬さんと永瀬さんが出演されるということで、後世に残るラブストーリーにしたいなと思っていて、僕自身、思春期に見て今も心に残っているラブストーリーがあるので、ドラマを見た人がいつか2023年のこの時期を思い出す作品になればいいなと思いました。月9をやっていた時代に比べてラブストーリーがすごく減っている気がしていて。当時は、同じくラブストーリーをやることが多い、ヒドラを応援する気持ちもあったんです。火曜ドラマは、時代に残るラブストーリーを作っていらっしゃる枠なので、プレッシャーもありましたが思い切ってやりたいなと思いました。映像作りへのこだわりは、時間帯にも、リアルな夕暮れに撮影、絵作りや演出面の方向性はどのように決めたのでしょうか。企画書をいただき、広瀬さん、永瀬さんのキャスティングが決まった段階で、企画書に書かれている世界観だとか、キャストをどう美しく切り取るかというのが今回僕に与えられたミッションだなと思っていました。タイトルにもある、夕暮れは、一日に数十分しかないからこそ輝いていて、儚くもある。そのわずかな瞬間や空気感をどう美しく見せるかが今作の演出のテーマだと思い、一緒に実現してくれる仲間を集めて、チャレンジしています。具体的にこだわった部分や、プロデューサーやカメラマンと話し合ったことがあれば教えてください。夕暮れの時間帯だけに漂う、言葉にならない空気感を作品の中で表現するために、毎話ではないですがリアルな夕暮れの時間帯に撮影をしたり、それに合う衣装やメイクを選んだりしているんです。とにかく、夕暮れの美しくて儚い空気感が漂うように、ということを最も意識しています。これまでに撮影した中でお気に入りのシーンはありますか？あまりキャッチーなシーンではないのですが、第3話で缶ビール片手に焚き火をしながら、宗介にプロポーズされたという空豆に音が、結婚おめでとう、と話すシーンの、最後のカットが僕は好きで、空豆がちらりと音を見て、音も空豆の視線を感じながらも見れないという、二人のいい空気感が出ているんです。それをカメラマンの伊藤さんが自分のフォーカスで両方捉えていて、1カットで2人の関係性や今思っていることが全部表現できたなと思っています。